開かないわ。開かないか。行っていいのかい？見て、階段の上。キメラ？謎解きですかね。なんか頭がないんだ。三つ？多分三つだね。これか。あと五つ。部屋がある。外出れそうなんだが、ん、どこだ？あれか。あと3枚？ 1、2、3、 あと4枚か。結構大変そう。すぐにはやれないんで、じゃあ普通に部屋行こう。おお、破片手榴弾。じゃあまず外行ってみる？外じゃねえわ。外こっち逆の方来てたわ。さすがにあれじゃ戦えないな。まあ動くよね、また。似合いそうなのにね。手榴弾な気がする。で、鎧剥いで、かな。不気味だね。これはいい敵のデザインだったよね、今思うと。銀のトークン、怖えな。あれが動くのか。鍵だ。うわ、やだな。帰りの動く系か。あったな、ここ。絶対危険なやつよ、これ。降りないとあかん。あかんか。椅子がある。何、王様がこれに座ってこう、舞踏会というか、あれを見てたの、戦いを見てたのかな。あれか。降りますわよ。アシュリーは来んなよ。アシュリー、上にいろ。分かった、気をつけて。基本的には逃げまくってまとめたところに手榴弾ドンしかない気がするんだが。何するんだ？二人いないとダメ？ライフル。あ、今回はこれを持ってくだけでいいのか。取ると動き出すと思うので。今殴っても動かない？いい音。完全に鉄です。
先行か、その兜を取った後先行投げれば多分一撃なのよね、触手だから。だった気がするんだが。じゃあ取るぞ。多分動き出すので。2体はみ出てますよ、皆さん。まとまってほしいんだが、届くのね。あんな剣で切られたらそりゃ痛えわ。ダメ？二体で終わんねえかな。ああ、終わる？また？やっぱり？2体？ 2 体ね。全員やるんだっけ、これ。これはライフル撃っちゃった方が良さそうだね。あ、いいぞ。いいぞ。いいぞ。もういい。下がってろ。いいぞ。あぶねえ、きついきついきつい。はあ、うわー、頼む、カンテラ頼む。3体いる。いいよ。いい加減にしろ、このガラクタ。あー、怖い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 。どう、どうしよう。もうないの？距離を取ろうとする動きがダメっぽいね。あれで当たんねえのか。回り込めば食らわないっぽいんだが、やっぱ怖い。
いや、ティアキチ。まだ？横投げ待った。マジなんとかって感じだわ。レオン、ありがとう。本当に平気？やけどしてない？ああ、助かったよ。大したもんだ。アシュリー。オッケー。いや、このね、不思議な仕掛けを作ったのは、なんだっけ、グレゴリオって言ったっけ、三代当主。なんかなかった？この鎧は動かない。なんだ、これ鍵になるのかな。ほう、これで開きそうじゃない、あのなんかが。動くよね。動くっていうか、行っちゃうよ、グッと。逃げろ。はい、あー怖、あー怖。椅子があんのか。これ、どうしよう。鍵、これで開かない？これっぽいよね。なるほど、回転もあるよ。お、こうか。おお、これ一回戻ろうか。今ので、あ、ここのコイン取ってないわ。これが開くので、四角い穴だとここにタンスもあるから、一回行こう。こっちだ。うん、あ、こっちだってちゃんとあったね、コインだけじゃなくて。箱を開けて、小さな鍵も開ける。向こうだよね。あれ、開かない？もしかしてそこ。ここに繋がってたのね。あ、開くわ。いるー。
最悪だね。大丈夫か？うん、平気。マジか。手榴弾2発使っちゃったよ。ライフル弾がもうないです。逃げよう。一回うわーマジかー。ちょっと予定とライフル弾作るか。あ、7発だ。ん？確定じゃないのか。10発作れた時あったんだけど、あいつもなってない？しゃあねえ。奥のやつに当たってねえ。お前、なぜなった？本人が。一回逃げましょう。ハンドガンの弾がね、こりゃまずいね。ここで絶対使うべきじゃなかった。ない弾。なるのかい。なるのかい。うわ、なんだそれ。わお。弾ゼロ。めちゃくちゃ弾使った。あ、でもなんか宝石出たな。え、どうってことない。痩せ我慢です。まずこれだ。いやー違う、うん、こうか。天秤の女神像。あとこれ開けちゃうね。金塊。まあいいでしょう。1万とかだよね、多分。わー、すっかすか。ハンドガン。で、これさらに戻るとなんかあるか？いや、ないよね。進みます。いや、まさかだったな。あそこで相当使ったぞ、弾。またこれ節約しねえと。来い。分かった。
パニッシャーかショットガンを強化しましょう。見てってくれ、絶対損はさせないぜ。3つつけられる。3つは3色でいい？ 3 色でいいんだな。これで 1.3 倍。あとこれはそのまま売れる。限界も売れる。ウェルカム。それで何がお望みだ？85,000円。ありがとうよ。でまずこれだね。パニッシャー。さあできた。お望み通りだ。どっちかな。レアトガンだろうな。改造ってのは根気と努力がいるんだ。小さな積み重ねが大きな結果を出す。ガンパウダーどうしよう。俺たちがこいつらをどこ手まして。今ガンパウダーが16あるから、マジどうしようもなくなったらここで買おうね。まだまだまだいける。ではキーアイテム2つ目。どこがいいんだ？はしごがある。これか。お、なんかあんね。ネズミ、城の一角に住み着くネズミが3匹いる。はい、わかった。1匹。弾はない。なんか初代バイオっぽい雰囲気の。豪華ですね。すごい本当に。開かねえか。壊れないわ。ヘビ。ヘビの像か。あ、頭取れそうじゃんそれ。柵を開ける方法を考えるってことね。ん、ここは謎解きだけなのかな。ここは食堂らしい。なんだ、座れって。気が滅入るね。座れ指示だから2箇所座るとあれが開くのかな。こういうの飾ったってもなんか不気味なだけ気がするんだけどな。あ、昔はなんか権力の象徴とかだったりしたのかね。ねえ、あなたの任務っていつもこんな感じ？今回みたいな愉快なお供は初めてだ。それ褒めてるの？さ、どうだろうな。ほう、これヒント？ヒント？今のやつで見ると、左手にフォークとスプーン、右手にナイフ、左手にスプーンと皿、左手にスプーンと皿。ここか。俺じゃないんだよ。指示は押し込みか。いいよ。で、これが
右手に卵ワイン3本。違うね。卵入ってない。卵違う。違うな。ないね。あれ、俺の勘違い？お、卵入ってない？殻か、入ってないか。普通にグラスか、卵が入ってるように見えたけど、グラスワイン3本、グラスワイン3本。これか。レオン。当たりを引いたな。こんだけ？あとは。ああ、はい、檻ね。アイテムの類はなさそう。帰りに敵出るか。あとネズミか。あと一つ。あの上のはしごをどうやるんだろう。さっきさ、動く鎧のエリアにいたよね、ネズミ。こっちゃねえわ速攻間違えたわ。あとコインがあと1枚2枚。このエリアにネズミいたと思うんだけど、殻から落とすのやだな。アイテムないよね。ここにネズミなかった？いたいたいた。あと一匹。よかったね、動かなくて。これね、前はね、鎧が倒れてくるっていうイベントあったんだけど、それはなくなってるみたいだね。あとこの階にあったよね。それか。あと1枚。玉金。こっちね。うわー、なんか天井落ちてきそう。違うか。いやここはダメか。行くぞ。あー、なんか覚えあんな。これロケらんなかった。ここ取れんのかな。
残ってる。邪魔だよ。どうすりゃいいんだ。くそ、頭が割れそうだ。どうするべきなんだこれ。きつくね、さすがにこれ。ちょっと待って、本当どうすりゃいい、本当どうすりゃいい。兵士聞く、これ聞かねえんよ。まずい、意識が。これどうするといいんだ。終わってない。無理やり変化させるあいつを倒さないとダメだね。これめっちゃくちゃきついぞ。こっからもう撃てない？撃てないか。とりあえずライフルは作っとこうか。ライフル今作っちゃうと先行いけるか。15あるもんね。バルコニーの上、あれを行くぞ。来れる？いや、どこに行けばいいのこれ。きつすぎん？ちょっと待って。グローリアスじゃ出んだよ、あいつ。やばい、これはやばい。どっかに駆け抜けられる？あとは投げ込むしかないか。これしかないか。一撃で行ってくれればいいんだけど。Oh!
倒せたか今の。邪魔だよ。倒せたっぽい上のやつは。いいの入ったろ。やばいねあいつマジで。グローリアスの人最優先だわ。邪魔だよ。なんとかなんとか生きたわ。大丈夫か。うん、平気。落ち着いてやろう。素材です。お、閃光もあった。ハーブがあって、いやちょっとあれだね、ステージ的になんか逃げるのもきつかったから。アシュリー守りながらっつうのかな。階段が、あ、そっか、ここ、これが通路が落ちたのか。片付いた。あとこっちのエリアにネズミももう一匹いるんじゃないか、おそらく。そこは登れんのか。はしごもある。ショットガン一発。まあ、基本的に突っ切ってここからこう帰ってくるっていうのもできたのかもしれないけど、多分アシュリーが捕まるよね。本来だとここはしごで登って追い詰めんのかな、あいつを。あそこにいるもんね。多分ルビーかなんか持ってんじゃない。800円。真ん中が通れるっぽくなってたけどさ、なんか空いてもあったりしない？あるじゃん。イエローダイヤモンド。すごい仕掛けだよね。こんだけか。相手もないよね。行きましょう。でこの先にあれか、象ですね。象、三つ目の象。ネズミどこだ。そういえば
揃った。ネズミが一匹いない。外虫駆除、大廊下か書庫。大廊下、書庫、外がなんかあるっぽいんだよね。まあ、そこから出てって感じか。大廊下、書庫ってどこだ？先にいるのかな？大廊下、もういいか。わお。あれなかったっけ、ランタン。ここじゃねえか。レオン平気？ね、どうってことない。ネズミどこだ？大廊下ってここだよね。これつけるとどこが開くんだ。まあ右が開くのか、ここが開くのか。食堂にはいなかったよね、ネズミ。いそうだけど。いないので、なんかこういうところに隠れてたりしない？ネズミ。いないか。ネズミはちょっとわかんねえわ。とりあえずコインは破壊したんでスピネルもらおう。依頼をやっつけたのか。どうりで誇らしげな顔だ。ネズミどこだろうな。あ、これなんかルイスが引いてそうな。よくやってくれた。何から始める？16個ある。まあいいかな。ナイフ修理必要なし。ボディアーマーは5000。いやー結構減ってるね。自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。直しました。お金が足んないね。限定仕様、貫通数が5体にアップする。威力 1.5 倍、連射速度2倍、威力 1.5 倍。いやーすごいね。いいね。ナイフの攻撃速度がナイフの攻撃速度が上がるって面白いねこれ。でやっぱレベル5が最強だから、ここの改造が全部終わったらこれができると、限定仕様にできると。貫通が5体ってのは本当に多対1はいいだろうね。連射速度2倍、いいね。それで何がおのロケラ、セミ用とショットガンはいつ出るのか。ではルイスと合流できるんでしょうか。自動でつけてくれる？お、レオ、後ろ。下がってろ。待って。逃げろ。急げ。
度は逃げない。待ってて、レオン。